九州魅力ミュージアム。今回は響きホール。ナビゲーターは山際千鶴さん。今年7月、開館20周年を迎えた響きホール。今回はその魅力についてお伝えします。響きホールはクラシック音楽専用ホールとして設置され、これまでにたくさんの著名な音楽家が訪れました。響きホール、私も参りますが、素晴らしいホールですね。響きホール20年経ちましたけれども、大ホール、それとリハーサル室がありますけれども、大ホールの方はですね、耐火レンガだかですね、ガラスだとかを使って、他にないホールの中の作りがあります。できた当初、その響きの良さは感じておりましたけども、最近は上質なというか、コントラバスの中で演奏されているような、ホールそのものが楽器という感じのホールになってきました。大勢の素晴らしい音楽家がこちらで演奏されてますね。このホールを飾った演奏家、もう国内外、こんな方が見えるのというような方々、本当に多いですね。今後どんなステージがあるかお教えください。はい、今年は市政50周年ということがありますので、この秋口からは特に国際音楽祭10月11月世界有数のオーケストラから演奏家、それとこの響きホールの20周年にもなるものですから、響きシリーズということで、この演奏家たちも楽しみなんですよ。ぜひ足を運んでいただきたいなと思っております。素敵なステージが目白押しの響きホール、全国に誇れる贅沢な音響空間に、ぜひ皆様お越しください。